山カオルのエグいクロスありも、アーセナル強すぎてブライトン行く。アーセナルがブライトン撃破、53分にジェズス&87分ハバーツ弾。勝ち点2差でリバプールを抜いて暫定首位浮上に成功する。リーグ戦2試合ぶり先発の三笘薫はフル出場も、激しいチェックに苦しみ不発に。アーセナルが強い。アーセナルは、攻撃、特にカウンターと守備が噛み合っている感じがしたな。ブライトンは、後半、三笘薫選手からの決定機とも言えるパスがあったけど惜しい。離脱が多すぎる。ハバーツうまい。三笘、アシストミスい多すぎやな。かわいそう。ありがとう、ジェズスとハバーツ、調子上げてきてて嬉しい。今日はきつかったよな、誰か試合を動かせる、コントロールできる選手がブライトンにはいない。アーセナルはウーデボールがその役割を果たす選手だと思う。大型補強してほしいな、このままならブライトンずっと B ランクだよ。三笘も迷いがあるように見える。やっぱりマクアリとカイセドの穴がでかすぎるな、ベルトマンまで長期離脱なったらほんま終わりやぞ。日程きつすぎるんだわ。グロスが決めてれば。グロスへのクロスはすごかった、でもここ以外は完敗。アーセナル強い。三笘を中に持っていく意味がわからん。外に張らせとけよ。前半シュートゼロだけに唯一のチャンスを決め切るのは至難。入ったと思ったんだけどな。アーセナルちょっと強すぎ、これ優勝するだろう。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。